皆さんアロハということで、今日も始まりました、講師の鶴岡です。よろしくお願いいたします。前回 1,2 回でですね、まず1回目で、コードを3つ覚えていただきましたよね、G と C と D7、 この3つのコード、3コードって言いましたね。はい、それから、第2回目では、ハッピーバースデーをね、弾けるように、レッスンをしました。で今日からですね、ちょっとケアロハという曲をですね、もうフラソングで有名な曲ですけども、これもですねすごく簡単で3つしかコードを使わないんですね。 G と D7、 それから実は A7 というね、その A7 からねいきたいと思います。下から3本目、3弦の1フレットを人差し指で押さえます。こんな感じです。はい、ね、この時もなるべく指を立てて、隣の弦にね、ぶつからないようにしてください。ぶつかっちゃうと、こんな風にして音が変ななっちゃう。なるべく4つの音をね均等に弾けるように、指を立ててください。まあ、でも、前も言ったんですけども、あの爪を切ればね立ってくれるんですけども、なかなか女性では爪を切れないという方もいるので、まあ、ちょっと各自工夫してみてね、どうやったらこうぶつからないで音が出るのかな。私もちょっと伸ばしたことないんで、ちょっとこう迂闊にはこうやったらいいよっていうことは言えないんですけど、まあハワイのね、あのフラの先生でも結構爪伸ばしてる方もいると思うんですけど、いろいろ工夫してるようですね。はい、ということでこう各自抑えられればいいんでね、工夫してください。ワン、ツー、スリー、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、2、2、3、4、4、2、3、4。はい、これが A7 ですね。今回、ケアロハという曲を弾くのに、G、ね、一番最初にやった G、それから D7。ね、2つ目にやった D7、 それから A7、 今日やった A7、 この3つを使いますので、まずは、その3つをね、うまく弾けるようにしてください。それではね早速弾いてみましょう。フラをねやってる方はよくご存知だと思いますけど、バンプというものがあるんですけども、今日はバンプは使わないですね。とりあえずあの歌の本編のところだけ、をやりたいと思います。マクポリマイオエエクイポアロハエアラオナオナコウノケアノアヒアヒ。マクウポリマイオエエクウイポアロハヘアラオナオナコウノケアノアヒ。やると大変なのでね、ちょっとずつ細切れにねやっていきたいと思います。ではまず頭の4小節ねやりたいと思います。 G から始まります。マクポリマイでD7、オーエー、G が、1小節、1小節っていうのは4カウントですね。1、2、3、4、でこれで1小節4カウントです。でオーエーでまた、1小節、オーエエクイポで G です。アロハ、こ
これで、4小節分ですね。 G が1小節4カウントで、 D7 が2小節8カウント、G がまた、1小節4カウント、 4G が4の、D7 が8、2小節、G が4、1小節ということになりますね。幕を取り舞い終え、エクイポアロハ。はい、これで前半4小節分ですね。はい、では次に、後半4小節いきましょう。まだねちゃんとうまく弾けない方は巻き戻してね、もう一度頭から弾いてみてください。はい、それでは後半の4小節いきます。あらおなおな、4巻と1小節弾いたら、今度 A7 いきます。 A7 これですね。こう、はい、 A7 が出てきたら次は D7 をまた1小節4巻と弾きます。のけあのあひで G 戻ります。あひ、はい、ですから G が1小節、 A7 が1小節、 D7 が1小節、 G が1小節ですね。 G、A7、D7、G というふうに1小節、戻ってきます。えあらおなおなこはい、いかがでございましょうか。後半ね、4小節お送りしました。それでは頭からね続けていってみましょう。 T4 幕を取り舞い終え、エクイポアロハ、エアラオナオナコウ、ノケアノアヒアヒ。マクいかがでございましたか。今日はねケアロハの本編だけ、お送りいたしました。まあこれに次回はバンプというものをね、つけます。まあイントロにもなるしエンディングにもなるし感想にもなるというね、フラソングに必ずねついて回るものなんですけど、これを練習をいたします。なので今日は本編の部分だけね、やりましたけど、それでは今日はねこんぐらいにしておきましょうかね。よろしかったら、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。